高浜中学校吹奏楽部の定期演奏会が2日開かれ、部員たちが合奏やコーラスなど日頃の練習の成果を発表しました。演奏を披露したのは高浜中学校吹奏楽部の部員44人です。演奏会は3部構成で行われ、1部と3部では合奏が、2部ではコーラスが披露されました。このうち3部では演奏前にゲームキャラクターの衣装で寸劇を行うなど、工夫を凝らしたステージで観客を楽しませていました。この定期演奏会は今回のステージで引退を迎える3年生が中心となって、毎年この時期に開かれています。会場には生徒の家族や地元の人など多くの人が訪れ、部員たちの息の合ったリズミカルな演奏を楽しんでいました。